チームメンバーが9人、黄色生まれ。あ、なんで皆さん、マジか。皆さん、出てっちゃいました。さすがにもう、マジかですね。本当に面白いです。はい、コズです。今回も、開封動画やっていきたいと思います。今回はね、ワンピースです。まあ、見ての通りね。まあ、見ての通りってもわかんないだろうけど。はい。じゃじゃん。じゃ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 ん。はい。マスターゾード。はい。これを見ただけじゃね、一見なんだかわかんない人もいると思うんですよ。まあね、ロロノアゾロって書いてあるね。はい。まあ、外見はこんな感じです。まあ、すっごくかっこいいんだよね。アーミー柄で、箱が。こう。はい。いや、これね、まあ、国内品じゃないですね。また、前回のね、ドラゴンボールの、龍拳爆発と同じようにね、海外製品になります。はい。今回もね、結構スケールがでかい、フィギュアになってますんでね、それをね、ちょっと紹介したいと思います。結構かっこいいと思います。まあ、まだ見てないんでね、わかんないですけど、一応ね、ドフラミンゴのね、あの時の、ピーカ戦ですね。のやつですね。はい。じゃあね、一回ちょっと開けてみてみましょう。よし。リアルナンバーが入ってますね。見づらいですけど、ちょうどなんだろうな、これ取れないな。141って書いてありますね。多分シリアルナンバーだと思うけど、141。よしよし、あ、取れた、これ取れた。わかりづらいな、はい、書いてありますね。モビルスーツモビルスーツじゃないな、多分マスターっていうか001141。ああ、どうせだって111だったらな、ゾロ目で本当ゾロだったし。裏はこんな感じですね。ガレージキットデザイン、マスターガレージキットデザインってか、モデルキッズ。いや、いいね。このドクロのマークかっこいいな。結構ね、重いですよ。ずっしりあります。これなんで取れんの？あ、ここで取れる。あ、取れるわ。あ、はいはいはい。うん。すげえな。多分、なんかはめ込むところがあるのかな。まあ、これはこのままちょっと置いといて。はい。こんな感じですね。逆だな。よいしょっと、こうですね。おほほほ、すっごいな。じゃあちょっとね、どうしようか。ピーカの頭から見て、まあ、ピーカの頭なんですね、これね。毛玉っつうのかな。で、これピーカの頭です。すんごいな。これなんだっけな、ジョジョにもいたな、こんなんだな。こんなんジョジョにいたような気がするな、第3部。これがピーカの頭で、これがピーカの、あの角ですね。うん、
角、角じゃねえな、なんだろう、兜の、兜のあれかな、十字の部分ですね。で、これがあれですね、ゾロの三刀流の名前忘れたな、鬼鉄、三代鬼鉄、あれ湯走りがこれだっけ、あれあったで、そこで三代鬼鉄だっけ、あれで、これがあれなんだっけな、ゾンビ侍みたいなのもらったやつじゃなかったっけ、忘れた、どっちがどっちだ、よしで、肝心の、ゾロ見たいと思います。はい、あ、何気に軽い何気に軽い、あ、すっげえ、この鬼気迫る表情すっご、いや、すっげえな、この腹筋、この筋肉すごいな、どうやったらこんなインナーマッスル鍛えるのこれ。うわ、かっけえぞ。あ、ワンピースの中で一番好きなキャラなんでね、私も。かっこいい。そうもすげえな、やっぱ海外製品でもすごいね、出来がね、うん、いやーすげえ、しかもね、珍しいね、このスーツ姿だからね、そうね、ビーカ戦の時はね、うん、で、あともうこれが、これがネクタイですね、うん、ネクタイはね、なんか接着剤でつけるって書いてあったな、はい、これだけかな、うん、ですね、多分あとは中身はスカスカですね、よし、ではね、ちょっと組み立てたいと思います。はい、ね、組み終わりました。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、まずピーカですね、はい、で、ゾロ、うん、はい、鬼気迫る表情、いや、ネクタイはね、ほんとね、接着剤じゃなきゃ止まんない仕様でしたね。ちょっとはまるかなと思ってやったんですけど、くぼみが浅いんでね、結局ポロって落ちちゃうんで、やっぱ接着剤必須でしたね。あとこの、湯走りだったっけ、これのね、鞘と柄のね、部分もすごい取れやすくて、結局これも接着剤をつけました、はい、しかも若干ね、これちょっとおかしいんですよ、なんかね、湯走りの鞘じゃないところに柄が入ってるんですよね、多分穴の開け間違いだと思うんですけどねちょっとここら辺はね、ちょっとね、残念だったかな、うん、まあ、遠目から見りゃ、まあ、別にわかんないけどね、まあ、あとね、ここの部分ね、腰の部分と刀の鞘の部分、ここのやつもね、結構もうグラグラなんですよね、結構ほらこんなグラグラなんでね、これも普通だって接着した方がいいと思うんですよね、うん、でもまあ、うん、なんかまた箱に戻す時にね、接着しちゃったらもう多分折るしかないんでね、そうなっちゃったらちょっとね、価値が下がるというかね、あれなんで、
まあこのまんまちょっとね現状維持で置いとくって感じですね。刺すんじゃなくて、まああんま激しく動かさなきゃね取れはしないと思うんで、はい。あと意外にね、足場の部分もねちょっとグラグラしますね。一応今ただ立たしてるんでね、こう刺さってる状態で、固定されてるんですけど、まあそこら辺の作りはねやっぱあれかな、龍拳爆発と比べるとやっぱメーカーが違うから、出来の差が出ちゃうね。まあ、出来のあれかな、まあ、出来はねいいんですよ本当。こういうね、血の部分とかね結構グロいぐらいリアルに再現されてるんですよ。こういう血の部分とかね、結構かなり黒く再現されてるんですよね。全体的にはもうこういう感じでね、いやーかっこいい。でもなんだかんだ言ってかっこいい。やっぱねこのピーカ戦 ピーカの時がねやっぱねいいよね。このスーツっていうのはね新しいよね。ソロはねそうがね、やっぱもうすごいよね。もうマリモヘッドだけどイケメンなんだよな。かっこいい。マリモヘッドもね、結構再現されてますね。トゲトゲしく。はい、ということでね、今回はね、まあまた、ちょっとね海外の方にの商品を、購入しました。はい、まあねほんとね出来はね悪くはないですよ本当に。ただねやっぱ精密度というかね、そこら辺でやっぱり日本製とかとちょっとあれかな。まあ、特にこう刀のサイズの部分はねほんとちょっと残念かなと思うね。ちょっとずれてるところに穴開けちゃったみたいな、そういうチェックとかはねちょっとちゃんとしてほしかったなと思うけど、まあでもね、本当日本では再現できないような、リアルさっていうのがあるからね、そこら辺は本当すごく評価できる点だと思います。はい、じゃあねそういうことで、今回は、ワンピースのロドノアゾロ、はい、ピーカ戦ですね、これにて、終わりたいと思います。次回も、また何か開封があるときはアップしますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。ではこれにてご視聴どうもありがとうございました。